さあ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 始まりました。本日も父さんがお送りする公式サーバーで生き残る元祖サバイバルラストの時間がやってまいりました。よー、ついに本格的なガチ拠点完成いたしました。まあといってもですね、まだまだ改良の余地ももちろんありますし、いろいろ細かいところをやっていかなくちゃいけないんですけど、まあ大体のところは完成してきたかなというところでございます。まあそれもですね、本当でこの1週間ぐらいでですね、一気にプレイスタイルがごそっと変わっておりまして、生放送でですね、長時間最近もう毎晩のようにやってるんですけどまあ生放送を見ていただいた方は分かると思うんですが、仲間がだいぶ増えました一人寂しくずっとですね、リセットワイプ繰り返して一人でやり続けて、でたまにイーさんとか、フーさんの3人になる時もあるんですけど、まあ基本ソロスタイルでずっとやってて、でこう泣きながらやってたんですけど、まあ、そこにですね、心の豊かな視聴者の皆様がたくさん応援しに来ていただきました。お手伝いということで、左下見てもらうと分かるんですけど、まあ、1回ね、火炎放射器がちょっと誤操作して1人足りないんですけど、ピンさんかな、今ですね、たくさん一気に仲間が増えました。カヘイさんとチャック全開さん、あとはグーさんですね、あとは、ピンさんがいるんですけど、総勢あとイーさんとフーさん合わせてもうなんか7名、いやすごいですね、7名で今ラストやらさせていただいております。まあおかげでですね、拠点がかなり大きくなったというか、まあ、7人で共同生活をしますので、まずは集会場となるね、メインの拠点を作ろうということで、みんなで協力して大きい拠点はできました。で今日はですね、まず拠点の簡単な紹介はしときたいなと思います。今回のですね、拠点の本拠のテーマは、バームクーヘンバームクーヘンを意識して作ってたらカタツムリやんって、誰だったっけな、フーさんに言われたから、イーさんだったっけな、カタツムリだって言われてたんですけど、このカタツムリ拠点、まあエスカルゴハウスとかにしようかなちょっとこのエスカルゴハウス噛みそうだなこれを今日は簡単に紹介していきたいと思います。まずここ入り口ですね。入り口入って、まあ円状になってるんで、これ1階部分です。で1階部分の入り口を入ったら、とりあえず床は鉄で、天井も鉄で一応囲ってます。でまず、まあ強化っていうよりは壁はもう石のまんまなんですけど、最初は石で作ったからね。でここですね、ここ食堂です左にみんなで一気に飯が食えるようにバーベキュー台 と、右には冷蔵庫が設置しております。で1枚目の内側扉を入ると、まあ、すぐね戦闘できるようにロッカーも用意しました。よだからロッカー拾えたん でここでパッとすぐ服着替えれるように。でもう1枚扉開けて奥に進む と、一応この、まあ、中に一番中心部分にタンスを置いてあるので、工具棚、まあ、ここにドロップボックスは置いて、まあ、倉庫代わりに使ってます。でこの奥、ここからかまどエリアですねもうかまども何個あるのこれ、2、4、5、6、7個ぐらいあるかな、かまど今。これまあ途中なんですけど、で左側が常勤で囲って、でワークベンチで、まだワークベンチもレベル2なので、まあ、これからどん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 強化はしていきたいところです。でここでちょうど一周ぐるっと回って、内部ですね、1階のどん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 狭くなってくるんですけど、エスカルゴ状態なのでで一番中心部分にタンス入れて、防弾ガラスで、あとは板金の、銃眼かな、上にくっつけて強化をしています。でショットガントラップあってと。でまあとりあえずこれ、まあ外から、まあ、入り口から炸裂弾で抜きに来る人は少ないと思うんですけど、まあやられるならロケットランチャーで壁ぶっ壊されるだろうなという感じですね。で、2階部分行きましょう。今回ね、2階の部分はこだわってきました。僕がイーさん、フーさんはですね、まあ、迎える側、ホスト役なので、
まあ視聴者の皆さんが手伝ってきてくれてるので、僕らは、廊下で寝てます。廊下、イーサンも寝てる。僕らは部屋ないです。で、ここがですね、視聴者さん、お手伝いに来ていただいている視聴者さんたちの、今回、やっとです。一人一部屋、小部屋が用意しております。あ、風さんの部屋も用意したんだな。風さん寝てます。これ、風さんの部屋で、この看板は、E画伯が書かれてる絵画ですね。絵画付き。こっちの部屋。あー、こっちの部屋、カヘイさん寝てます。こちらの絵画も、イーさんの作ですね。一人一部屋、贅沢ですね。三角ベースを、3マス使っております、今回。で、ここが前回さんですね。前回さん今、ログインしてるんで、外に出かけてます。で、ここが一部屋、P さん用に取っとこうかなと思ったんですけど、ちょっと今、チェストの数が足んなかったんで、急遽チェストボックスにしてます。で、ここがグーさんの部屋ですね。なぜか牛、あ、まあグーっていう、なんかまあこれはいい画伯 の、 結果こうなったと勝手な想像で描いたって言ってましたけどという感じになってます。まだね、ピンさんとか他の方が増えた時用に部屋を増やしていきたいなとは思うんですけど、なんでまあ今ここがとりあえず2階なんで、この上の3階の部分も、今作ったところなんです。でちょうどまだ上の3階部分の天井の蓋をできてないので、蓋してまた残りの部屋と、倉庫ですね、増やしていければなと思います。でね、さっきなんですけど、僕らこの拠点の近くにですね、多分チーターっぽい人がいて、でまあ同じアカウントの名前なんですけど、もうその海外の方にですね、ずっとなんかロングでいつもへっしょされて、毎回殺されてたんですよ、もう外に出かけるたびに。で、その、なんて名前だったかな、まあ、そのチータープレイヤーらしき疑いのあるプレイヤーにですね、さっき、私とですね、前回さんね、私と前回さんがホイホイをそれぞれ作って、まあ、私はノーマルのいつものホイホイ拠点を作ってたんですけど、前回さんもすぐ近所でホイホイ作ってたんですよ。で、そこでちょっとミラクル起きたんで、その動画をご覧ください。どうぞ。前回さん入ってきちゃうとホイホイ食らうからダメですよ。前回さんこっち来たら撃たれちゃうんで。お、どうしました？あ、メモ、はいはい、メモ、はいはい、何？トラップベースでリボルバーゲットしました。マジか前回さんやる、マジか、ナイスです。嘘、先越されましたね。前回さんが私のこの今ホイホイの隣に、前回さんも前回ホイホイを作ってたみたいです。で今前回さんのメモで筆談、あ、はしごかけられてんだこれ、筆談のメモでトラップベースからホイホイ、前回ホイホイでリボルバーをゲットしたみたいなんで、マジか、すげえな前回さん。うわ、先越されたな。前回さんどこ行ったんだろう。あ、拠点戻ったのか。ちょっと前回さんと合流して、筆談しよう、続き。筆談って。あ、いいさん寝てるな。ちょっと待ってよ。ドア閉めて、はい。いるから、前回さん。あれ来てないか、前回さん。あ、出かけちゃった前回さん。前回さん。ゲットした。リボルバーそうですよね、トラップベースでリボルバーゲットしました。マジか、すげえな。ちょっと前回さんのホイホイ、前回ホイホイ見に行きたいな。前回じゃないわ、ここじゃない、ちょっとこれね、日本語で入力できないですよ。前回さんのも、ホイホイ作ったんですか、クエスチョン、これで一回聞いてみよう。あ、前回さんいるわ。はい、メモ。あ、来た本当だ。あ、しかもリボルバーってマグナムリボルバーでいいやつじゃないですか。マグナムゲットしてる。あ、すげえ、すげえ、前回さん。マジ、おこれ覚えてなかったからありがたいですね、めちゃくちゃ。やった前回さん読んでるかな、今。多分今、前回さんが、筆談。ああ、お手紙来た。返信来た。はい。イエス。マ
ジだ。ガチで全開さんもホイホイ作ってたんだな。ちょっと行きたいですよね。行きます。案内、あん、あ、N が多いな。案内して、してください。これでいけるかな？伝わるかな？前回さん、お返事です。お手紙のお返事。前回さんからお手紙もらった。前回さんがか、お手紙書いたか。あ、来る。あ、OK。前回さん OK ですかね？これは、あのジャンプは OK っていうことでいいのかな、前回さん。なんかお返事書いてんのかな。前回さんからのお返事待ちで、あ、書いてる？書いてない？ まあ、全く動いてないんで、多分今タイピングしてお返事を書いてるところ、お返事の発音違うか、お返事を書いてくれてるのかな。これ楽しいですね。 なんか、あ、返事返ってきた。 前回さんからお手紙の返信来た。はい、行きます。あ、これ違うの、これ私のやつで、あれ開業か、これ。トラップベース前回さんもホイホイ作ったイエス。あれ、これ何、続きとかあったっけ。あれ、スクロールでこの手紙って下見れませんでしたっけ。あ、あったあったあった。トラップベース入ったら、少し待ってください。ああ、そういうことか。私が殺されないようにってこと？ショットガントラップ。炭素触らないとやばいですよね。いや、逆に、あえて、ここは、ホイホイ、に、引っかかって、見たいですよね。見ます。わらわら。これで伝わるかな。お手紙、全開さんへ届け。伝わるかな。かかってみたいですよね、一回。ホイホイに。あ、伝わった？ OK。あ、よし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 。行きましょう行きましょう。よーし、いいぞいいぞ。前回さんの、ホイホイ、トラップハウスにちょっとお邪魔して、一回ちょっとどういう状態で、敵をやっつけるかどうか見てみたいですね。よーし。このエスカルゴハウス。言いづらいな。から、こちらですね。もう道路の真ん中に立てて、何立ててるかなと思ったら、やっぱりホイホイですね。こっちから？はい。ああ、そんな感じなんだ。あ、そこを段差にして、上に上がると。はいはい。で、これまず敵は入ってきます。いつもはこれ、あれかな、ドア開けっぱなしにしちゃうのかな。ああ、で、チェストがあって、あ、この下にショットガンかな？降りると、ああ、ショットガントラップありますね。これも食らわん、ああ、食らびっくりしたー。びっくりしたー。びっくりしたー。てか、これあれか。タンスを触ってないけど、チームだから、ショットガントラップ、チームだとね、若干反応遅いんですよね。こっち私のホイホイの方ですね。ちょっと今、リスポンし直しました。こっちから行って、ほら、もう前回ホイホイがこっちにありますもんね。やってんなー。すげえ発砲音聞こえる。で、こっちから、あ、ちょっと前回さん、到着しました。あー、開けてくれましたね。あ、おお、危ない、びっくりした、びっくりした。で、ここから、ちょっと待って、メモ来た、お手紙来た、お手紙。前回さんから。普段はドアつけてないです。あ、そういうことか。あ、普段はドアをつけずに、やっぱりそうですね。で、このまま敵が侵入してきたら、行くと。なるほど。わらわら。いや、いいですね。前回さんもいろいろ考えてますね。あ、で、上のチェストを拾って、あ、中に入ってるぞと。で、まあ、この下のチェストも一回見てみようかという感じですね。ちょっとお返事書いたんで、お返事。なるほど、わらわらを、ちょっと前回さん気づくかな。あ、気づいた。あ、で、これでショットガントラップと。はい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 。ああ、いいですね。あ、で、ここで回収したチェストと、タンスと。ああ、いい感じですね。じゃ、ただね、だからかな、私も前回さんも2人して、もう隣同士で、あ、ちょっと待てよ。やば、スモークドットエグゼズ。あと、フローディさんの2人ずつですね。ああ、もう4人やってますね。だから多分1人の人がやられて取りに来たんでしょうね、自分の死体を。だけどまたやられちゃったみたいな。
すげえ、マジで骸骨4つも持ってる。私はがつけた作ったホイホイの方2つしか骸骨まだゲットできてないんで、すごいな。やるな前回さん。ああ、これもう見終わったってことね。よーしよしよしと、お手紙のお返事書いて。ここ、あ、違う違う違う、これ全部消して。じゃ最近ね、だからか、だからだな。どうしようかな。骸骨の数、負けたにしようかな。わらわら。やるな、前回さ。マジか。あ、拾いましたね。オッケーオッケーオッケー。ただね、あれなんですよ。さっきから言うとしてたんですけど、僕もすぐ隣でホイホイ作ってるし、その隣でまたさらにここで今前回さんがホイホイ作ってるじゃないですか。もうこの辺ホイホイだらけで、もう周りのプレイヤーがもう気づいてるんですよね。だからもう私のホイホイもなかなか入ってこず、来づらくなってるので、ちょっと私がね、堂々と外で敵をおびき寄せて、こっちの前回さんの前回ハウスの方にですね、あ、前回ホイホイの方に敵をおびき寄せて、で、撃たせると。で、原人スタイルでそこら辺うろついてて、で、行けば多分誘導できるんじゃないかなと思うんで、ちょっと一回、前回さん、私、他の敵を外から誘導して、この前回ハウスの威力をですね、ちょっと一回見たいと思います。あ、ごめんなさい、ちょっと自分の死体は処理しときます。じゃあ、ちょっと連れてきますね。多分この辺で、あ、ちょうどいいところに岩ありましたね。ここで岩を削ってれば、多分チーターと、うわ、ほら来たー、ほら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 、撃ってきたー。一発でしょ？どっから撃ったか分かんないし。あ、この人、この人。チェスター・ザ・キャットって人。この人よ。あー、よっしゃ、撃ってきた。で、このなんとかキャットは、さんはね、だ殺したら、やった死体をですね、アイテムを回収しに来る癖があるので、多分ね、回収しに来るんじゃないかなって思うんですよ。キャットさん。いる？どっかに。いないかな。あ、いた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 。ほら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 、左側。いた、ちょっと待って、で、ジャンプしたり、隠れたり、近寄ってこ、ほら、ほら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 、あ、いますね、いますね、わかります？左下のところに、防護服着た、多分あれ、キャットさんですよね、海外のプレイヤーの方だと思う、ちょっと疑いがある人。あ、ほら、そうだ、そうだ、そうだ、アカウント名そうだ、よし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 、私は原人なんで、今、リスポーンしたばっかですよ、と。あ、やっぱ殺してきませんね、もう、アイテムはねえだろっていう感じで。で、原人のふりして、で、私が先に入れば、この人は多分安心して、多分ここが自分の家だって分かってないと思うんで、ここにおびき寄せて入ってこないかな。で、ついてきたら多分私のことを先に行かせると思うんですよ。あ、ほらほらほら、ついてきてる、ついてきてる。あ、で、トラップねえだろうなって気づいた。お、いいぞ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 。で、ここで、ここで、ここで、降りろ、降りろ、降りろ。降りろ、前回さん、ちょっとストップ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 、あ、来た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 、うおー、よっしゃー、やったー、よっしゃ、前回さん、やりました。セミライ持ってますね、しかもこの人。いやー、今までね、散々ね、みんなね、この人にロングですごい殺されまくってたんですよ。よっしゃー、前回さん、念願の敵を、やりましたね。やったぜ、この人。よし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 。じゃあいろんなね、うちのね、視聴者さんたちも、ここら辺で拠点立てたり、こう岩を取ってたりとかね、してるときに、このプレイヤーにめちゃくちゃ殺されてるんですよ。よっしゃー、やっと、しかも悔しいだろうな。やったぜ、みんなの敵討ち。成功。やった。いや、これ絶対仕返しすごそうだな、やばそうだな、この人。いや、これでも完全に仲間だっていうのを分かったし、多分私のアカウントもこの人に何回も殺されてるので、バレてる、拠点はバレてるんで、あそこのやつらかみたいな。あ、ほら、足音してる、足音してる。あ、怒ると、怒ってるだろうな。よしよしよし。まあ、とりあえず、今回は無事、大成功ですね。前回、ホイホイで、ニックキーですね、プレイヤーを の敵討ち 通ることができました。最高か、これ。まあ、ということで、ね、ちょっとここら辺で、
今後ね、ホイホイを作っても、もう誰も入ってこないので、もうちょっと違う、ちょっと離れた場所とかで一回試してやっていきたいなと思います。まあ普通のプレイもね、含めて。いや、今回は、ナイス全開さんのトラップハウスでございました。それでは今日はこのぐらいにしときたいと思います。最後、高評価、チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。ナイス全開さんでした。ではでは、また次回のホイホイ動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。You cannot escape my sound. It's always going round and round. The sound you hear is quite shocking. It's really rocking. I'm experienced.